はい、それじゃあ新キャラオン使っていきたいと思います。こいつの情報なんですけれども、カジ氏です。カジ氏で、ウルトが、ロール界でもなんか唯一一番かっこいいんじゃないかというレベル、カジ氏の呼び声と言います。こいつ、どこでもアイテム作れます。よろしくお願いします。録画開始開始。オンは武器強化じゃなくてなんかちょっと違うね、本家と違う。7レベルになると歩く始めでアイテムを作成するため、味方にいる味方付近にいる味方一体誰でもみたいな、なんかどこでもアイテム作れるよみたいな。でまあ基本的にこいつ、あでもこいつ W 取ってんな、やめろってこの意味のない殴り合い。これもう速攻2になった方がいいな。2になって W 取って、何やこの不毛な殴り合い。もうこれだからノーマルは嫌なんだよ、対面になるから。うまい、まあ、この Q がね遠距離なんでね。なんかこいつ俺より上手くね、オン。俺よりオン上手いんだけどこいつ。うわ強っ。うわー意外とバースト出る。すいませんね、僕も初めて使うんでこいつあんま分かってないですけど。ん？やっぱおるやん。あまあまあまあ、ノックアップできるかなと思ったけどできんかったわ。マイバット。おい相手バミシンしか持ってねえぞ。まあ、こいつどこにいても買い物できるっていうあのクソキャラなんで。おい思い出が思いが豊作してるって。俺先5じゃない？先5じゃない？こいつのコンボやっちゃう？やっちゃう？やっちゃう？やっちゃおうか。コンボやっちゃおう。うん。ちょっと全然ダメだ。全然ダメだった。ごめんごめん。なんか全然避けられたわ。なんか。ナイスナイス。なんかコンボのこの字もまあそんな最初にできるわけなくない？そんなの俺が最初に急にコンボやり始めたら怖いっしょ逆に。ご愛嬌だよご愛嬌。こんなのまずいな。くそ、あ死んだんじゃん。敵を倒しました。シャットダウン。そうまだ初め触ったばっかりだから。普通にあれだな、今のさっきのアルティメットを当てることさえ意識しとけばよかったわ。なんかコンボがむずいんだよね。一応コンボのことを話しておきますと、1当てて3でノックアップします。あじゃあ1当ててアルティメット栄翔して当てる敵に、で3でノックアップしてアルティメットの2段目当てて、もう一回これやってみるわ。いくよ、まあ後でコンボ解説します。1当てます、アルティメット当てます、でこれ避けられます、でこれ避けられたからもう全然ダメ。こいつブリンクあるから避けられちゃうな、よく考えたら。早いなこれ、早いとダメなんだよな。脆弱スタック強えな。あ、死んだ。
いや定数多い。いやそうなんだよな、3で逃げちゃうもん。ブリンクあるとダメだよ。ちょっとまあね、雰囲気でやっていくんでよろしくお願いします。もう行っちゃおう、行っちゃおうよ。敵チームはリフトヘランドを倒しました。敵を倒しました。やめてほしいわこのリーシーン。なんか俺止まってるんだけど。危険。ミッドレーンのタワーが攻撃されています。最初のタワーが破壊されました。じゃあ普通に撃つか。ん？ゴリちゃん。いやこれダメだな。うん、アーマー積んでいくか。味方が倒されました。よし、できた。何積もうかな。たまま行くか。なんだこいつ。敵チームがドラゴンを倒しました。いやこれ殺されるな。はあ、あ、ここは元には戻せないよな。アゴスト行けばよかったな、先に。結局クマばっかりいる。うまいね。あとこのオーンの大事なのがさ、この W がさアンストッパブルだから、相手の CC に合わせてこのアンストッパブルをうまく使うっていうのが大事なんだよな。危険。あとこの29からのあれが意外と遅いよな。このもうこのさ、これ立つのが意外と遅いんだよな。このニョキって早いのか。パワーが破壊されました。ここも遅いんだよな。味方が倒されました。強い。俺強い。俺強いかも。うわー俺やるやん今の。この3までのこのラグがな、結構だるいな。あ、硬い硬い。でもいいプレイ出た。いいプレイが今のオーンだったね。今の良かったよ。あのこの動画に対して、え、オーン下手すぎねみたいなコメントはあの却下しますので、そんなの知りません。僕も分かってませんので、ご愛嬌をお願いいたします。敵を倒しました。来いよ。敵を倒す。おお。おお。おい、ダメージ与えてみろよ俺に。よ与えれるもんならよ。敵を倒しました。敵を倒しました。やめてください。
敵のタワーを破壊しました。この後にこれぐらい、よし、なるほどね。みんな気をつけるとこ、ここね、この意外とラグあるよっていう。あとごめん、ダブリ上げです、間違えた、ニスキ上げです、Q 上げてました僕。うん、W 間に合わなかった。硬いから大丈夫や。おい、ミークーなって、俺らのミークーなよ。キリングスプリン、あ、待って、俺が行った方が良かったな、あれ。敵のダブリキ、まずい。味方が倒されました、味方が倒されました。シャット、ワーモグいるのかな、なんかワーモグいらなくね、ワーモグじゃないやつにしよう。アイスボーンガントレッティとか強そうじゃね。アイスボーンガントレッティ行ってみよう。オール AD 出した相手。おい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 。味方が倒されました。ミッドレーンのタワーが攻撃されています。俺来た、ノッカンバチコーン、うわーうわーうわ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 。頑張れー、お、完璧だ、うわー、100点100点、敵を倒しました。え、100点今の。今の100点かもしれん。移動中、ん、俺なんか作れてねえ。歩いちゃダメなのかこれ。今のめっちゃ良かったね。あ、これアイテムちょっと早いな。はい、100点、はい、100点、もう100点です、100点の男です、どうも。ここでもいいよね、別にノックアップ。はい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 、ノックアップするよー。いや、かなりいい、俺かなりやれてる。ドゥーンシュラウドもいっちゃう、ドゥーンシュラウドも。いや、かなりいいオンをしてるよ俺。やべえ、どっちかどっちかわかんねえ。はい、ドッカップボーン。
ノックアップボーン。ほれほれゼドちゃん、俺を殴ってみなよ。まあ、敵の前でフン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 と。惜しい。いや、俺殴ってみろよ。いや、どっちか分かんなかった、マジで今の。ランデュイムヌ、ランデュイヌオメソヌ入ったらもう俺エグいんちゃう。どこでもアイテム作れるのいいね。俺15,090円持ってるんやけど。えぐい、俺見て、俺買ったいだ。おい、ついてこい。おい、ジン。俺が仕掛けとるから。なんかやったか、なんかやったか、お前ら。ランデュイヌオメソヌ。もうタンクキャラはね、先にドラゴンの前にこう、立っといてあげるのが大事なのよ。ああ、うわあ、え、待って、ミスった、ごめん。まあ、なんか俺、なんかごめん、ドラゴンやってた。うわ、ミスった。もうちょっとアルティメット癖あるな。すいません、雰囲気でやってしまいました。いや、絶対ザヤバやれてた。え、これってさ、行動不能でったら何でもいいんでしょ。あ、スネアか。あ、これスネアじゃないといけないのか、ドゥーシュラウドって。え、俺これスタンで発動すると思ってたんだけど、間違えた。バイアルティメット完了。え、俺スタンじゃない、スタンって行動不阻害じゃないの。え、だってさ、アリスターがこれ持っててさ、なんか発動してるからさ、アリスタースネア持ってなくね。スタンとノックアップしか持ってないのに発動しないよな、おかしいよな。お前、俺がドゥーンシュラウド、お前使うキャラ使ってんの見たことあるか。俺が逆に、逆にと、俺が今までの人生で、あ、ちょっと俺ドゥーンシュラウド積むわって言ったことあったか。ドーン、ドガーン。ドガーン、ドガンドガンドガン。うーん、不死身、圧倒的不死身。うーん、うーん。ダーリンさん、あれは破綻ですね。よし、いやー、行くか。うわ、3万5000の方って、俺が一番ダメージ出てる。え、4万じゃん、4万ダマゲソ。すごくね。おお、これでもバーストエグいね。あ、確か俺パッシブ全然使ってあげてなかったかも。俺がなんかしないといけないのかな、ちょっとよく分かってないんだよなそれ。で、一応すいませんね、ちょっと自分も分かってない情報ばっかりなんですけど、オンのコンボだけ、オンのコンボだけ説明しておきますね。4万はやばいね。ちょっとビルド何がいいんだろうな。サンファイヤーは確定だと思う。サンファイヤー、まあ訪れでもいいかもなって思ったけど、マナが別にいらねえんだよな。マナいらなかったもんね今の感じで。継続戦ってか序盤にね、いらないかもなあれは。個人的には、個人的なビルドとしては全然わかんないけど、サンファイアからの
まあタンクビルドかアイオニア行って、まあアイオニアでもいいと思った、正直アイオニアでもいいと思う。ミニオンが出撃しました。でまあアイボンも強かったな、アイボンも強いと思った正直。でこれでこれ、あ、間違えた、これでいい気がするけどね。ビルドはまあちょっとランキングとかのあのビルド参考にしておいてください。こういうので強いと思うけどな。でまあガゴ早めに行ってみたいな。でオンのコンボなんですけど、てかあとこのパッシブのさ、これよくわかんないな、何してあげたらよかったんだろう。このチャンピオンレベルが7になると歩く火事場でアイテムを作成する際、付近にいる味方一体にマップ上のどこにいてもアイテムを購入できるようになるか、歩く火事場を5スタック付与する。まあいいんじゃない、まあ、適当でもうなんか誰か使ってるやろ。でコンボが俺オールインコンボね。まあよくあるコンボが、まあ、Q 使ってのがスローかかってるからノックアップして通常 W 通常なんだけど、こう脆弱スタック意識してね、脆弱スタックってのがつくからこれを意識してダメージ与えるっていうのと、であとコンボが、1スキアルティメット3通常、あちょっとうん、ゆっくりやりすぎた、13通常アルティメット通常2通常 OK1 スローでアルティメットでスローさらにかける、で3でノックアップ通常、ノックアップ通常 W 通常、はいこれです。わかりましたでしょうか。あとアルティメットってさ、こっち側に来るやん、これずらせるから、ずらせるし、なんなら早くフラッシュしてこれでもこういう風に使ったりもする。これってさ、わかるじゃん、こっからアルティメットこうやって打ってくるなってわかるから、なんかこっちとかに敵がいるときに、こういうとこに敵がいるときにこうやって打ったとして、これもできる、こういう、これは避けられないと思う、普通にこういう風に使うと、これででノックアップもできるし、こういう使い方もできる。なんかまあ相手とのタイミングずらすためにまあ使えるって感じだね、これは。こういう感じで、こういう感じの使い方もできます。まあ自分もちょっとオンのこと全然知らないんであれですけど、まあよかったら、多分強、なんかさっきの感じ強かったし、タンクとして非常に優秀かなと思うんで、よかったら使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。